ポストゲー時代、パリで連続発砲事件、エジプトで列車事故。イラン合意に乗りそうなフツと、中ロと同盟したエジプトに不満を持つ偽ユダヤの仕業である。投稿者ポストゲー時代日時2013年11月19日12時間43分37秒、パリで連続発砲事件、エジプトで列車事故。イラン合意に乗りそうなフツと、中ロと同盟したエジプトに不満を持つ偽ユダヤの仕業である。あれもこれもそれも、全部偽ユダヤの仕業という方程式を当てはめると、答えは偽ユダヤのパシリの犯行という答えが出てくるわけで、連合赤軍のテルアビブ銃乱射事件も、パシリの偽キムチが指示通りにやっただけで、ヨドモウ事件も北朝鮮受け入れも連中のセッチングで、金さん親子三代も連中のパシリで、偽キムチ小泉の親分で岸の子分の福田も連中のパシリである。エジプト列車事故も、911の後にイタリアで起きた311列車事故と同じで、ブッシュと距離を置きそうなベルルスコーニに、お前だけ逃げるのなしねと、脅しで起こしたのと同じで、下山、三鷹も、JR 北海道事故多発も、謎でもうっかりでもなく連中のパシリの偽キムチが起こしたもので、おそらくロシアとカラフトルートの下話をする JR に、横槍を入れたといったところでガキそのものである。もう連中の、隣国同士を仲たがいさせる手法は、融資の面からも為替や株価の値動きからも、政治的辻褄からもバレており、世界中で同じ手法を使いすぎてバレバレなのである。気象兵器隠しにしても、ボールシフトだとか太陽が逆立ちしたとか、なささぎが吠えているが、いかにもというタイミングで発表するからかえってバレバレなのである。偽ユダヤは筋金入りの嘘つきであるという、万能の方程式を使うと、簡単に謎が解けてしまうというわけである。というか、ここまでやれば、仕事でクタクタのビジネスマンにはわからないが、鼻くそをほじくっているバカや、鼻水を飲んだり出したりしているガキや、図書館かドトールか、犬の散歩ぐらいしかすることのない段階暇人親父なら、簡単にわかることなのである。ポストゲー時代、お花畑系はしきりに5次元というが、ただの現実逃避である。実際はネットが偽ユダヤの権力ピラミッドを、2次元化してしまったのである。投稿者ポストゲー時代日時2013年11月19日17時間53分58秒、お花畑系はしきりに5次元というが、ただの現実逃避である。実際はネットが偽ユダヤの権力ピラミッドを、二次元化してしまったのである。時の政権が国民を食べさせられなくなった時に、モルヒネのように使うのが、今世は諦めて来世の幸せを願う念仏のような信仰である。お花畑系のアセンションだ次元上昇だ、光の銀河連邦だといった SF 的宗教は、ただの偽キリスト教がベースだが、財産や肉体への執着を捨てろとか、呼ぶ気の呼ぶみたいな、この世の不幸を全て押し付けられたような男だが、それでも神を信じて運命を受け入れろとか言った内容だが、本当は経済の問題であり、偽ユダヤの搾取を隠すための方便が宗教詐欺だが、それがネット時代に通用しなくなり、若者を中心に偽キリスト教離れが著しく、その受け皿的な意味で宇宙バージョンのようなものをでっち上げただけの話だが、じいちゃんばあちゃんに聞けば、光の銀河連邦があるかないか即答してくれるはずである。自分も見たことがない、じじばばも見たことがない先祖の言い伝えもないものは、お化けと同じで、昔の文献に記述があるとかいうのは、偽ユダヤが改ざんしたか、記述を故意に曲解しているだけで、ないものはないのである。少なくとも当面する政治、経済の問題とは全く無関係で、政治体制が不安定になると、権力者はそういう目くらましを使って延命を図るものなのである。それも当然で、リアルの世界では偽ユダヤの権力ピラミッドは、難攻不落の半永久的な権力構造だと思われていたが、連中の慢心と野望から、ネットを一般解放し、支配を一層強めるつもりが、立体製図の逆で、目玉ピラミッドを平面図に落とされて、雲の上の何やらわからない存在だった偽ユダヤのクソジジイが、まずは各国の傀儡を分析され、次に煙幕の秘密結社が、一人二役みたいな仮想であることを暴かれ、その遥か上にいるはずだったクソジジイも、図面上は5センチ先にいるだけで大したことないことがバレてしまい、少なくともバーチャルでは、ただのクソジジイじゃんと舐められてしまい、それがリアルの世界にも反映し、目玉ピラミッドが、下から一つ上のレンガをあちこちで抜き取られてガタガタになってしまい、とうとう三角チョコみたいな上の部分まで傾いてしまったわけで、それで権力基盤の仕切り直しとしてのブルービーム計画という、借金踏み倒しと火事場泥棒のコラボを考えたが、主役の宇宙人詐欺が不評で、救世主詐欺の俳優だったおバカも路線変更を迫られて、タノキンの野村くんやスマップの草薙みたいに、いい人を演じてごまかし始めたわけだが、その白付けにお花畑系が、ジャニーズジュニアやスクールメイツみたいに賑やかしをして、何回いい感じを演出させているということだが、カタカナを日本語にすればわかるが、究極のお布施だ殉教だとは追って、悪性をごまかしているだけである。時々地に足をつけたことを書くのは、人工知能を使うまでもないが、中ロの快進撃や、それを受けたネット世論を分析して、それに沿った騙し方をしているだけで、テレビドラマが視聴者のニーズに合わせてストーリーを変えていくのと同じ手法を使い、バカを安心させて騙しているのである。最近の男子は、リアルの女子を口説くのが苦手だったり、億劫だったりして、二次元と言われるネット上のエロ動画や、可愛い子ちゃんキャラに逃げ込むというか、それで用が足りてしまうようであるが、先ほどと矛盾した書き方をするが、彼らこそ三次元の女子を、我々の世代が女性に幻想を抱いて女房に幻滅して現実を知るわけだが、草食男子は幻想を抱く前に多面的に分析しており、ある意味そちらこそ五次元的で、連中の目玉ピラミッドも平面図、立面図、側面図で、あらゆる角度から分析されてしまったから、霊感、山感、第六感も駆使されて、バーチャルで徹底的に分析されたからこそ、リアルでも突き崩されてしまったのであり、
カエスナエスの連中がネットを解放したのはアホである。それを受けての秘密保全法だな。クレヨンしんちゃんを見た後に、サザエさんを素直に見ましょうと言われるようなもので、カツオもタラちゃんもブラック企業でグレている頃だろうよ。ワカメは5時からキャバクラ勤務だろうがとか、突っ込みたくなるのが普通で、今さら秘密結社怖いよとか、アルカイダはアコーローシみたいに受け止めればいいわけかとか思おうとしても、全部コンビニ本部みたいに系列化されているのが普通じゃね。いわゆる子会社、孫会社、関連会社と、そこの正社員と派遣とバイトの婦人じゃねと、氷河期世代なら5秒で連中の組織が読めてしまい、お花畑系も孫会社の事務屋あたりがやってるんじゃねと、バカでもわかるというわけである。書いてるこっちが頭に蛆が湧きそうだな。バカな連中である。秘密保護法も、今さら徳川流の乱る気かだる言わだる法はないわ。レトロすぎるわという感想である。ポスト米英時代、小沢審査会の審査員は、二席無知右翼だの二席無知自衛官の女房だのだったようで、それで強制起訴ということだったのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年11月19日22時間18分54秒、小沢審査会の審査員は、二席無知右翼だの二席無知自衛官の女房だのだったようで、それで強制起訴ということだったのである。もはや偽ユダヤな小沢民主党の政策を実行されたら、カツアゲも踏み倒しもできなくなると危機感を感じて、政官法の二席無知に小沢潰しをさせたのは明らかだな。検察の捜査自体めちゃくちゃだったな。検察審査会もはちゃめちゃである。それだけ小沢の正論が、偽ユダヤもおこぼれに預かる二席無知も怖かったということだな。小沢を無理やり潰した代償は大きく、米国はデフォルトまで追い込まれて、ドル詐欺がバレるわ。二席無知官僚は秘密保護法などという時代錯誤の法律を作るまでに落ちぶれ、二席無知議員は、大掛かりな不正選挙をしなければ当選できなくなるわ。二席無知マスゴミは騙すゴミと、動詞まで追加され、部数も視聴率も激減するわで、正しいものを力ずくで潰した代償はあまりにも大きかったようである。これから最後の晩餐のような時を、一時的に過ごすと思うが、ネット以前のようにはもう国民を騙すことはできないのである。手品のからくりを一度知ってしまった者に、それはなかったことにして新しい手品に驚いてくださいと、小手先をいじっただけのまずい手品を見せられても、またそれかあとバカにされるだけで、怒りも呆れも諦めも通り越した観客には通用せず、静かにバカにされるだけでもう元には戻れないのである。偽ユダヤの商法というビジネスモデル自体が飽きられてしまったから、怒ってもいない諦めてもいない、バカにしている相手には一見通用しているようでも、なんとも言えない空気が蔓延して、結局はオウンゴールに追い込まれるものなのである。権威というものが通用しない時代の支配方法を連中が気づくしかなく、人類からバカにされていることに気がつくことがまず第一歩である。そうしている間にも、着々と中路が切り崩しにかかっていることにこそ脅威を感じるべきで、日本に八つ当たりしている間にも、陣地をどんどん失っていることに思いを馳せるべきである。